アイテム番号、SCP-1973JP。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-1973JP はサイト、に収容され、記事記憶を植え付けた D クラス職員によりサイト、は運営されます。サイト、が SCP-1973JP 収容専用サイトであるという事実は、一部を除いたサイト、職員に対して常に秘匿されます。サイト、はすべての財団データベースから隔離され、常に偽装データが送信されます。職員は特別な理由がない限りサイト内での業務を行い、サイト外での活動後は記憶処理を施す必要があります。サイト管理者及び14名のレベル3職員はサイト、職員を操作し収容を維持し、必要があれば外部への協力を要請する必要があります。SCP-1973JP と、勝ち負け、が発生しうる事象を行うことは禁止されています。SCP-1973JP に関連するすべての事項は精査を行い、少しでもリスクがあると認められた場合は却下されます。説明。SCP-1973JP は人型実体と思わしき生物です。外見、声、口調、使用する言語は観測者によって異なり、おおよその場合、観測者にとって尊敬、恋慕、愛護の対象となる理想的な人物、のものになるようです。身長や体重を機器を使用して計測する試みは、計測者によって全く結果が異なるという事態を引き起こしました。録音記録も同様に観測者によって内容が異なり、SCP-1973JP について知らない人間が聞いた場合は SCP-1973JP の発言は確認できないという結果になりました。確認できる限りでは、SCP-1973JP はどの人物に対してでも好意的であり、財団に対しても比較的協力的なようです。他者との交流を強く望み、会話や食事を共にすることをよく申請します。害に対しては無視することがほとんどであり、直接的な被害が発生しない限り特に敵対することはありません。SCP-1973JP は現実改変能力を有しており、その効果範囲はこの宇宙すべてであると考えられています。その性質上、相対的な数値により現実改変能力の強度を示すヒューム検査とは意味をなしません。現在財団は絶対的な手法による異次要性の判断を行うことができませんが、口述の減少において明らかに異次要存在が関わっている点と、それを行うのに十分な理由を持つ存在が SCP-1973JP しかいないことから、現在おおよそ正しいものとして認識されています。SCP-1973JP の異次要性の一つは、SCP-1973JP が、勝負、を行った場合、SCP-1973JP が勝負の相手、以降対象、に必ず、勝利、することです。勝負、は一般的な戦闘のほか、弁論や研究、競争など大よそ、勝ち負け、が発生するすべての事象が含まれ、SCP-1973JP が対象より優れている、結果を示し、勝利、する形で終了します。どの程度から SCP-1973JP との、勝負、の範囲になるのかは実験の困難さや予想される被害から、特別な理由がない限り禁止されています。現実改変の理由として、過去の戦闘記録において SCP-1973JP の、勝利、につながる、偶然、が発生する点が挙げられます。これは過去の戦闘記録を視聴した機動部隊員が、SCP-1973JP の動きが素人であるが、相手がありえないようなミスしている事例が多すぎる、と指摘したことで発覚しました。いくつかの小規模な確認実験の結果、主に対象やそれに付随する環境に対して現実改変を行っていることが推測されました。SCP-1973JP そのものの実力はそう高くないと考えられています。SCP-1973JP が、勝利、するために行う現実改変の規模、限度が不明な点、それによる発生する影響が想定できないことから、SCP-1973JP 関連の実験は全て停止されました。しかしながら偶発的な要因により、勝利、事例が継続して発生している点には留意が必要です。二つ目の異次要性は、SCP-1973JP と接触した人物に対する性格改変です。SCP-1973JP への評価は極端に肯定的か、あるいは極端に否定的になり、どちらでもない、などの中庸的な意見が極度に減少します。肯定的な職員、
影響者 A は、もっと積極的に利用すべきである。信頼できる。SCP 指定から外して正式な職員として雇用すべきである、などの意見を示し、社交的、積極的な性格になります。SCP-1973JP に対して否定的な職員に対しては異次様に攻撃的になりますが、直接的な行動に走ることはありません。否定的な職員、影響者 B は、特別収容プロトコルを見直すべき。利用は即刻中止しなればならない。今すぐにでも終了すべき、などの意見を示し、内向的、消極的な性格になります。SCP-1973JP 及び影響者 A に対しては異次様なまでの敵対心を示し、場合によっては直接的な排除行動に移ることもあります。しかし排除行動は必ず失敗し、影響者 B は周囲から孤立することになり、前述の傾向がより強くなります。影響者 A、影響者 B の両者ともに、SCP-1973JP を極度に肯定的、否定的に見る理由を、そうでないとおかしい、と主張します。詳細な理由の説明を求めた場合、支離滅裂な言動を繰り返して有効な回答を得られませんでした。表示終了。インタビュー記録 1973JP、A。対象、エノビー博士。インタビュアー、ジーン博士。付記、SCP-1973JP 担当スタッフが、SCP-1973JP と他のサイップとのクロステスト許可を偽造し実験を繰り返していました。実験に関わったスタッフの多くが影響者 A であり、エノビー博士はクロステストを主導した主犯格として尋問を受けています。ジーン博士、インタビューを開始する。エノビー、君は、エノビー博士に遮られる。エノビー博士、話して、私が拘束される理由なんてないわ。ジーン博士、ああ、エノビー、クロステストは基本的に禁止だし、ましてそれを行うための許可も偽造しているんだ。拘束される理由としては十分だと思うが？エノビー博士、そんなの、彼の活躍に比べたら些細なことよ。こんなことをしたら、彼が許さないわよ。ジーン博士、1973JP のことかい？感情移入のしすぎだ。いくら彼がすごくても、彼がサイップであるという事実に変わりはない。彼は無事でも、他のサイップに何かあったらどう責任を取るつもりだったんだ？エノビー博士、そんなことはどうでもいいのよ。彼のおかげでどれだけ有用なデータが取れたと思っているよ。彼に感謝しなさい。ジーン博士、それは、深いため息。よし、わかった。エノビー、彼がどうすごいのか、具体的に教えてくれ。もし私が彼の有能さを分かったら拘束を解こう。エノビー博士、いいわ。分からせてあげる。彼はねえ、これまで11人の現実改変能力者を収容したわ。しかも彼一人でよ。ジーン博士、それは財団エージェントでもできる。しかも彼は直接戦闘を仕掛けてた。周囲への被害や近隣へのカバーストーリーにいくらかかったと思う？しかも中には協力的な奴もいたそうじゃないか。本当に殺す必要はあったのか？エノビー博士。それは、現実改変能力者にまともな奴なんていないわ。今は良くてもいずれダメになる、その危険性の芽を摘んだだけよ。ジーン博士。それを言うなら彼も現実改変能力者である疑いがある。君の言うことが正しいなら、彼も危険性の芽を摘むために収容するべきだと思うが？以下、同様のやりとりが続くために省略。エノビー博士の SCP-1973JP を支持する主張はジーン博士により全て棄却される。エノビー博士、なんで分かってくれないのよ？ジーン博士、エノビー、君も分かってくれ。彼がいくら優れていようと、それが世界を壊す結果になったら本末転倒なんだ。エノビー博士、それでも彼は。ジーン博士、なあ、エノビー。1973JP は君が入れ込むほどに魅力的な人物なのか？エノビー博士。どういう意味よ、それ？ジーン博士。さっきから君が 1973JP についていかに素晴らしいかを聞かせてくれたが、その人柄というものが全く見えてこないんだ。君は彼の活躍については話してくれるけど、君が彼を素晴らしいと思った理由については全く喋ってくれていない。もう一度聞くよ、エノビー。どうして彼を素晴らしいと思ったんだい？エノビー博士。
不明瞭なつぶやき。ジーン博士。NB 博士。彼は素晴らしいのよ。なんで認めてくれないの？素晴らしいのに、かっこいいのに。どうして。なんで認めてくれないのよ。以下同様の発言が続く。ジーン博士。インタビューを終了する。終了報告書。NB 博士をはじめとする SCP-1973-JP に関わったすべての職員は全員尋問の後にクラス F 記憶処理を施しました。SCP-1973-JP に直接携わる職員はすべて疑似記憶を植え付けた D クラス職員へと入れ替わりました。表示終了。概要、サイト、において行われた実験です。前述の事案により実験の多くは非許可あるいは許可を偽造して行われています。実験記録 1973JP、A。対象、機動部隊、編集済み。実施方法、収容以前に発生した事案。結果、SCP-1973JP により機動部隊は全員拘束され無力化。機動部隊隊長が SCP-1973JP に部隊入りを願い出たことにより SCP-1973JP の収容に至る。機動部隊は解体済み。分析。記録されていた機動部隊の対応は財団の標準マニュアルから著しく外れており、SCP-1973JP に向かい突撃する、カバー等の連携行動をしない、応援の要請や HQ への連絡を行わないなど、非常に稚拙極まる行動が多かった。彼はすごい。頭を下げて財団に加入するよう頼んで正解だった隊長、当時の機動部隊隊長。現在は記憶処理を受けて現場復帰済み。実験記録 1973JP、B。対象、SCP。実施方法、サイト、における収容違反により偶発的に発生。結果、SCP、は無力化された ?SCP、の報告書は廃棄されており、これは標準マニュアルからは外れている。復元を試みるも著しいデータ破損が生じており、詳細を確認することが不可能である。また、収容違反の原因と思われる事象及びその原因も確認できていない。分析。私の記憶が正しければ、SCP は収容違反を起こす可能性は全くないオブジェクトのはずです。SCP-1973JP への調査を申請します。私の思い違いでした。申請は取り下げます。ポーラ博士、当時の担当官。現在は記憶処理の後に復帰済み。実験記録 1973JP-C。対象。編集済み、病。実施方法。SCP-1973JP に対象の研究補助を行わせる。実験担当者はジェフリー博士。結果。SCP-1973JP により病原体を発見。治療法を世界中へと拡散しウイルスは保存用を除き根絶されたと考えられる。当初ジェフリー博士は SCP-1973JP を雑務にのみしか使用していたが、徐々に実験に携わるようになり、最終的には 1973JP が実験を指揮していた。分析。事前に実施したテストでは SCP-1973JP に医学の知識はなく、科学的知識に関しても標準以下のテスト結果が出ていた。また、治療法の拡散は応募の承認を解くずに行われたが、実験申請者であるジーン博士の要望により査問委員会は開かれなかった。ウイルスであるとの見方が強かったのに、光学顕微鏡で見つかるとはどういうことだ。それに病原体の系統も予想とは全く別物だ。どうなっている？トレッキー博士。実験記録 1973JP-D。対象、筆記テスト。実施方法。SCP-1973JP に筆記テストを行わせる。比較のため医療従事者だった D クラス職員2名に同じ試験を受けさせる。試験はトレッキー博士に参考資料なしで作成させたものを使用した。テストは3回行った。結果、SCP-1973JP が3回のテストで満点を取り、D クラス職員は平均80点だった。テスト自体の難易度は異様に低く、日本における中学3年生程度の問題がほとんどであった。分析。問題の内容及び D クラスの点数から、SCP-1973JP による現実改変が疑われる。
SCP-1973-JP は対象に勝つために周囲の環境を改変する能力があると考えられる。これが現実改変なのは間違いない。問題なのはその証拠が一切ないことだ。改変前も、改変後もその痕跡が残らないジーン博士。実験記録 1973JP、E。対象、SCP-76、2。実施方法、機動部隊 E7 が補給のためにサイト、に立ち寄った際、76、2が 1973JP へと突如として襲いかかり発生。結果、30分の戦闘の後、SCP-76、2が自殺することにより戦闘は終了。サイト、の一部が破壊されたのみで、周囲への被害はなし。このことに関する SCP-76、2へのインタビュー全文はクリアランス4、1966JP を持つ職員のみ閲覧可能。分析、SCP-76、2が戦闘を仕掛けた理由に関して、オメガ、7隊員は、何かに取り憑かれているようだった、と証言。また、SCP-76、2の攻撃はすべて偶発的な要因、SCP-76、2の L 字面が崩れれる、偶然通りがかった職員が盾になるなど、により妨害が入り失敗している。なお、SCP-1973JP は SCP-76、2に対して有効打を一切当てられなかった。SCP-1973JP と戦闘対象との間に隔絶しがたい実力差があるとこうなるらしい。76、2の自殺は、1973JP の影響から逃れるためだろうか、ジーン博士。実験記録 1973JP、F。対象、SCP-682。実施方法、SCP-682 の収容実験の一環として実施。結果、N、A。実験前に担当者が問い合わせを行い、実験許可の偽造が発覚した。分析、問い合わせが SCP-1973JP と接触する前に行われ偽造が発覚したことから、これまでの偽造が発覚しなかった原因が SCP-1973JP にあると推測される。なお、問い合わせを行うように指示したのは SCP-682 である。SCP-682 はこのことに関する質問の回答を拒否している。ほい、ジーン博士の提言。SCP-1973JP に関しての調査を担当した私から言えることは、現在の収容を維持することが一番ということである。担当職員をすべて D クラスに入れ替え、今までの担当に F クラス記憶処理をわざわざ施したのは、奴を殺そうとすることが一番やってはならないことだからだ。勝利、するためには敵が必要だ。敵は倒されるべき存在であり、あいつは、勝利、するためにその能力を有している。だからこそ奴に敵対的な感情を抱く存在がいるし、奴に倒されるための存在が数多く存在を作り出す。世界が、奴の敵を用意するのだ。だからこそ、財団は奴と、戦ってはいけない。奴と戦わず、奴を避けて、永遠に決着がつかないようにするしかない。あいつには、勝てない、のだ。だが、負け、も許されない。我々に勝利はない。あいつを殺すことはできないし、特異性の原因を突き止めることもできないだろう。ただ、敗北、の結果をより小さなものにするしかない。永久に終わらぬ勝負を続けられる、そんなわずかな可能性にかけるしかないのだ。ジーン博士。